こんにちは、速稼塾の久保です。稼げてない人って自分の稼げてないルールをずっと続けてるんじゃないかなと思うんですよ、少なくとも稼げてる人の行動に合わせることによってですね、稼げる行動、稼げる結果にたどり着いてないんじゃないかなと思います。ビジネスって非常にシンプルで、誰がやっても同じようになるものって結構多いんですよね。誰がやっても1万円の商品は1万円でしか買えません。誰でも一緒ですよね。1万円札ってお金持ちが持っていても、お金があんまりない人が持っていても1万円は1万円の効果しか生まないんですよね。で、商品買いに行きますよね。じゃあ3980円のものがありました。身分立場に関わらず価格は正直です。誰かが来たら値引きをしてくれるってことはありません。3980円は世界中の誰が来ても3980円なんですよ。と考えていくとですね、商売ってのはむちゃくちゃシンプルにできていて、稼げてる人と同じようなことをやったら同じような結果が出るんですよね。で、稼げてない人が自分の最高の判断をやると稼げない人生続くんですよ。ですんで、ある意味最初はね、自分で考えることをやめて自分のルールを放棄してですね、稼げてる人の言う通り、稼げてる人のルールで動いてみたらどうかなと思います。それでもし稼げなかったら、稼げない人なんですよ、その人は。だからもう一生ね、稼ごうなんて思わない方がいいなと思うんですね。ちょっと一生って言うと極端ですけども、他の方にまたね、一から学んでいくってこともあると思いますけども、なんかね、手張りって考え方がありますよね。手張りってのはどういうことかっていうと、まずは先生が言った通りにやってみる、ね、空手でもそうですよね。空手でもこういろんな突きの型とかありますけども、自分は今までこうやってきたんだから自分のやり方でやるよ、自分のペースでやるよって言ったら、いつまでたっても上手にならないし強くならないと思います。やっぱり先生って最短最速で結果が出るために指導してるわけですよね。だからそれをちょっと待ってってやると、じゃあ勝手にやんなさいと、それでうまくいくんだったらって話になっちゃいます。ですんで、手張りの手ですから、書道でもそうですしね、掛け算の九九でもそうですし、教わった通りにやるのがまず第一歩だと思うんですよ。その次に、教わった通りにやったんだけども、それ以上の形を作ろうと思ったら、手張りの刃といって教わった形を破ってオリジナルのものを見出していくってことになります。当然ですけども、ビジネスで言ったら、教えてくれてる人と同じように稼げるようになった上で、教えてくれてる人を超えるために新しい形を編み出していくってことになりますので、全く結果が出てないのにオリジナルを持ち込んじゃダメだなと思うんですよね。で、手張りの理っていうのはどういうことかっていうと、その自分に教えてくれた先生と同列に並ぶってことなんですよ。要するに呪い分けですよね。自分も独立していくってことになります。離れていくってことになります。一つの派閥を離れて自分の派閥を作るってことですよね。こういうふうに手張りでできていくのかなと思いますね。はい、もう一回まとめますけども、稼げてない人は自分のペースで自分の判断でやってしまいます。だから稼げてないんですよ。でも稼げる人って自分の考えとか先入観を捨てて、稼げる先入観に合わせて行動しますね。そしたら稼ぐ可能性って非常に高くなるんじゃないかなと思いますけども、いかがでしょうか。それでは失礼します。